ビクトル・テラサスは、メキシコのプロボクサー。元 WBC 世界、スーパーバンタム級王者。ハリスコ州グアダラハラ出身。2003年3月13日、プロデビュー。2008年3月8日、エドガー・リオバーレ特有位のフィガーバックスフェザー級王座を、かけ対戦。7回ボディショット一撃でダウンを奪うと、そのまま10カウントを効かせ小がち。王座獲得に成功した。 2009年1月17日、カルラスメデリンとフィカーバックスフェザー級王座の初防衛戦が行われ、7回 TK を勝ちで、初防衛に成功した。2009年6月27日、フィロメロジャラミロとメキシコスーパーバンタム級暫定王座決定戦が行われ、初回にダウンを奪って、ペースをつかむと7回にダウンを追加し、そのまま、 レフェリーストップを呼び込み TKO 勝ちを収め、王座獲得に成功しその試合が評価されて、WBC 世界、スーパーバンタム級ランキングにいきなり1位にランクイン、した。2009年10月3日、返上した、フィーカーバックスフェザー級王座への帰り咲きをかけて、マルロン・アギラと対戦し、3から0の大差判定勝ちで王座帰り咲きに、成功した。 2010年4月23日、地震初の海外での試合。イギリスウェストミッドランズにあるスカイドームにて、レンドールムンローと西岡敏明への挑戦権をかけた試合が行われた。前半から終始、テラサスペースだったが、6回ラビットパンチをもらって、ペースダウン。7回ダウンを奪われるとそのまま、レフェリーストップ。TK 大負けを喫し 西岡への挑戦権獲得ならず。2011年11月19日、元 WBA 世界バンタム級暫定王者であるね、オマール・セルメニョとリキオシリが持つ WBA 世界スーパーバンタム級王座への挑戦権をかけたサバイバルマッチになった。セルメニョは技巧で巧みに翻弄するもテラサスは力ずくで攻め込んだ。2から1の僅差判定勝ちで、 王座挑戦権を獲得に成功したが、力義理が下田明文に敗れて陥落したため挑戦することはできなかった。2011年6月25日、フィデル・ビロリアとナバ北米スーパーバンタム級残定王座決定戦が行われ、3回 TK を勝ちで王座獲得に成功した。2011年11月19日、元 WBC。 WBO 世界バンタム級統一王者のフェルナンド・モンテールと WBC 世界スーパーバンタム級シルバー王座をかけて対戦した。5回にダウンを奪うと有利にそのまま進めて3から0の僅差判定勝ち。王座獲得に成功すると同時に WBC 世界スーパーバンタム級3位にランクインした。2012年4月14日、WBC 世界 スーパーバンタム級、シルバー王座の初防衛とアブネルマレスの持つ、WBC 世界、スーパーバンタム級王座への挑戦権をかけ、WBC 世界同級5位、ホセパルマと対戦し、4回小勝ちを収め、WBC 世界、スーパーバンタム級、シルバー王座の初防衛と、マレスへの挑戦権の獲得に、成功、2年10ヶ月ぶりに、WBC 世界、 スーパーバンタム級1位にランクインした。2013年1月31日、マレスがテラサス戦よりも WBO 世界スーパーバンタム級王者のニトドネアとの対戦を優先させようとしたが WBC から許可が下りず、翌2月1日に予定されていたアブネルマレス対ビクトルテラサス戦の工業権の入札を前に WBC 世界スーパーバンタム級王座を返上したため、 テラサスが所持していた、指名乗戦権が消滅した。2013年4月20日、メキシコシティにあるアレナシウダデメヒコにて、元 WBAWBC 世界、スーパーフライ級スーパー王者のクリスチャン・ミハレスと、空位の WBC 世界、スーパーバンタム級王座をかけ対戦し、2から1の判定勝ちで、念願の王座獲得に成功した。 2013年5月31日、元 IBF 世界バンタム級王者レオ・サンタクルスとの WBC 世界スーパーバンタム級タイトルマッチの工業権の入札で、テラサス陣営のザンファープロモーションズは、サンタクルス陣営のゴールデンボーイプロモーションズに敗れ、工業権獲得に失敗した。2013年8月24日、カリフォルニア州ロサンゼルスグカーソンのスタブハブ。 センターにて、元 IBF 世界バンタム級王者レオサンタクルスと、初防衛戦を行うが、3回2分9秒、TKO 負けを喫し初防衛に失敗し王座から、陥落した。ありがとうございます。